どうも皆さん、こんにちは。寝起きのゆころです。昨日なんか友達と夕方ぐらいから遊んでて、朝には帰ろうと思ってて、帰った時間が昼の2時っていうね、もう限界突破やね。20時間ぐらい遊んで体力がゼロのゆころです。まあでも起きれたんで動画撮っていきましょう。もう僕の声は本当に寝起きです。いやー、もうね、頑張っていきましょう。さあ、ということで、まずはですね、原画師イベントが開催されます。新キャラ情報ね、昨日、おとといと出てましたが、もちろん今回、原画師イベント来ます。で、イベントの期間内容ですが、当然ね、金曜日の昼12時からとなっております。はい。まあ、こんだけね、水曜、火曜っていう感じで情報が来て、で、まあ、その木曜日に、イベント情報が来てますので、当然、実装は金曜日からとなっております。はい。で、3週間ですかね。期間は長めです。多分レアガチャイベントだからっていうのもありますね。3週間というね、かなり期間長めのイベントになっております。はい。で、原画シリーズは当然原画師キャラ限定なんかでは絶対に実装されません。こんな感じで、はい、いつも通りですね、原画師レアガチャとして実装されます。はい。だから原画師イベントって闇って言われててね、まあ、今回は当たり前ですけど闇です。はい。イライザの星名に、レイジ、ミューラ、クレイジョ、シエルゴの4体。そしてあとは、星名、星6の原画師キャラクターにフェスゲンが混ざってます。あとね、レアガチャキャラクターが大量に回っていますので、まあ実際の確率としてはめちゃめちゃ低いです。イライザは絶対 1%。で、レイジ、ミューラ、クレイジョ、シエルゴは多分 2.5% とかですかね。だからめちゃめちゃ渋いガチャですけど。まあでも性能が結構強いんで、ちょっと引きに行きたい性能は多いですね。はい。っていうのが原画師です。これが明日の12時から開催されます。で、まあ今日はね、その既存キャラの強化情報を見ていければなということで、実際に見ていきましょう。まあ新キャラの性能はもうすでにね、確認してますから、昨日、おとといで。まあそちらをね、チェックしていただければなと思います。はい。ちなみに、開催記念原画師確定ガチャと、あとはこんな感じで、石10個、プラス原画師確定ガチャが1200円。これ、お得なのかな？どうなんだろう？わかんねえな。まあ、一応お得っちゃお得か。わからん。あと3600円で、放射能確定原画師ガチャです。もうこれもなんかお得なのかわかんねえ。イライザ出ればお得だけど、出なかったらやべえけど。まあ、1% だからお得っちゃお得なのかな、まあ、っていう感じですかね。はい。見ていきましょう。能力調整。進化情報はね、もう基本的に昨日までに発表された新キャラのみなんで、能力調整見ていこうと思います。はい。まずはプリムから。さすがに強化ないの？うわぁ、捨てだけ？しかも捨てが200上がっただけ？しょうもな。まあでもプリム強いか。まあ強いっちゃ強いし。まあそうか。まあ強化する必要ないしな。まあ別に。ちょっと期待してましたけどね。ちょっとだけ。ちょっとだけ強化来ないかなって思ってはいたけど、まあさすがに強化入んないよね。まあちょっとぐらい強化されてもなって思ってる気持ちもどこかにあったりはしますけど、まあ残念ながらプリマは捨てのみです。はい。どうでもいい。で、続きまして、アトリです。覚醒がまず、バインド指3つ。ガドブレ、5色攻撃3つ 2way プラスになりました。もともとね、5色攻撃2つ、2way 2つだったのが、2way まとまって5色攻撃1個増えました。倍率上がったね。で、スキルは1ターンダメージ無効貫通。自分の上限が50億になる。ロック解除、5属性プラス回復ドロップを4つ生成が3ターンです。これ何に変わった？もともと30億でしたっけ？なるほど、もともとアトリは30億だったのが、50億になったんですね。で、しかも火力も上がっていて、強くなっていると。結構いい強化なんじゃないですか。まあ現状当たりを使うのが難しすぎるっていう課題点こそありますけど、まあね、ただまあ普通にこのスキルの強化はでかいし、変換もあるから結局強いからね。まあ当たりこれは使いやすくなるんじゃないかなと思います。はい。スキルの強化はいいですね。ただまあリーダースキルは強化はありません。これが残念すぎ。リーダースキルも強化してくれよ。さあ続きまして、回収覚醒変わってます。封印指2つ、実況2つ、2way8個。いいね。もともと2way6個だったよね、回収は。そう、2way6個でちょっと違和感ある覚醒だったんだけど、今回の強化で 2way8個持ちになりました。はい。で、ステータスも上がってますかね。100、え？ 200 とかですか、これ。200と400。200、400上がってます。やば。ちょっと、ほんの少しだけ強化もらってますね。
アトリはちゃんとした曲が入ってて、まあプリムはちょっと強くなったねぐらい、回収も超重力でちょっと強くなったねぐらいだけど、まあほぼほぼ完走したんで、まあほぼほぼは関係ないですけど、まあでも火力上がったんで回収とかアトリはかなり良さそう。プリムはもう正直変わらんすね。プリムの評価は全く変わらん。アトリ回収はちょっと火力上がって良さそうな感じはありますね。はい、いいんじゃないでしょうか。いいっすね。てか、さあ続きまして、エリオです。ステが上がってスキルが1ターン無効貫通、バインド覚醒無効全回復が3ターンになりました。もともとバインド回復なかったんで増えたって感じですかね。リーダースキルはヒカキの6個消し1個につき攻撃力が 1.5倍、固定200万ダメージ、3色同時でダメージ激減、攻撃力が16倍です。はい、さあ続きましてクロエです。ステが上がりました。リーダースキル水の5消し1個につき攻撃力が2倍、固定100万ダメージ、1コンボ加算、10コンボ激減、攻撃力が9倍です。はい、評価もらっております。ハンス指2つ毒耐性プラス実況2つ、2ウェイ6個にマシンキラー持ちです。でステマ上がってスキルは1ターン属性吸収無効ダメージ無効貫通、6解除9光に変化が4ターンですね。6解除が増えたんですね。なるほど、6解除が増えて使いやすくなりました。リーダースキル水か光の4個消し1個につき攻撃力 1.5倍、1コンボ加算、10コンボ激減、攻撃力6倍です。はい、ちょっと強いかこれは。まあ追い打ち上げでもないか、なるほどね。ちょっと強いです。メルティ、スキル強くなんないんすか。なるわけねえだろ。ステが上がってます。リーダースキルが指12秒固定、ダメージ激減、攻撃力 2.5倍、1コンボ加算になりました。5コンボ消し1個につき 2.5 倍ね。もともとは 70% 軽減だったかな。そうですね。なので強化増えております。はい。そして、アーシュリー。ステが上がりました。スキル6解除、水を火に変化。1ターン敵全体が木に変化が2ターンスキルです。早い。リーダースキルは、控え身6個消し1個につき攻撃力 1.5 倍、2コンボ加算。3色同時ダメージを激減、攻撃力が16倍です。2ターンか。ちょっと強そうだけど、これさすがに強そうだけどね。敵全体を木に変化っていうこのスキルは結構面白いしね、なかなか強そうな感じもありますけどね。はい、これがアシュリーです。さあ続きましてレン、ステ上がってます。スキル2ターンダメージ半減、全員の攻撃 1.5倍、6解除6食人が8ターンです。全員の攻撃力 1.5 倍が増えてますね。はい、リーダースキル、ドロップ4個消し1個につき攻撃力 1.5 倍、固定100万ダメージ、4色同時でダメージ激減、攻撃力が3倍です。はい。さあ続きまして、リクト。ステ上がってます。スキル1ターン落ちこなし、木が少し落ちやすくなる。自分の攻撃力が3倍、ランダムドラレフが2ターンスキルです。まあ実質目覚めループみたいな。リーダースキルは、木か、火の6個消し1個につき攻撃 1.5 倍、2コンボ加算、10コンボでダメージ激減、攻撃力が15倍です。サブとしてはかなり強い。使えるパーティーがあるかどうかは知らん。でパステルです。指回復泥鏡4つ、ガドベレ3色攻撃4つに悪魔キラーです。捨て上がってます。リーダースキル回復4消し1個につき攻撃2倍、固定200万ダメージ、3色同時ダメージ激減、攻撃15倍です。で、レッドペインターですね。強化されて、ヒドロ鏡プラス比列2つ、自動回復4つ、指延長プラスになってます。なんかすごい武器やな。同じく水もね、こんな感じ、色違いバージョンになっております。火も同じです。光も同じです。闇も同じです。全部、泥鏡、列鏡、自動回復、指延長になってます。これ、周回でめっちゃ使いそうなんで、無課金キャラならマーゲットしとけよって話ですね、これ。まあ、これはかなり強そう。これ、持っておきたいですね。火とかは特に。ね、シバダラとか、ブラックさんとか、いろんなパーティーで使えそうですね、こういう武器は。めっちゃ強そう。で、原月です。強化入ります。お邪魔耐性1個増えました。水ドロ鏡、木ドロ鏡まとまって、マルチブーストが増えています。で、こちらが水列1個増えております。こちらが、50杯以上強化増えております。こちら雲増えております。はい、まあという感じがね、今回の、既存キャラ強化でした。回収とアトリは良さそう。回収アトリはかなりおもろそう、強そう普通に。で、まあ、星6は全体的に強化もらえて良かったねくらいの感じ。ハンスの6解除とか、あとなんだろう、アシュリーのスキルも強そうだね。
で、リフトも強そう。あ、リフトだね。そう、リフトも規則性だからね、ちょっとあれだけど、普通に面白そうだと思います、スキルは。で、ぐらいですかね。あと、無課金キャラ強って感じですね。こいつら無課金キャラだよな、さすがに。違うかったらごめん。多分そうだはず。っていう感じが今回の能力調整情報でした。まあ、で進化情報に関して特にもう話すこともないので、まあ、今日の動画の本編はこれで終わりかなって感じです。はい。で、これらのまあ新キャラに関してはまあ明日以降またね、紹介できればなと思いますんで、ガチャ引こうと思っている人はぜひ頑張って挑戦してみてください。特にイライザに関してはかなり強そうなんで、僕はめっちゃイライザ使いたいんですけど、まあなんか結構いろんな意見分かれてましたね。みんな的に全然微妙じゃないみたいな人もいたし。まあ、僕もね、スキルは本当にこれはね、微妙だと思います。80億出しやすいっていうメリットはもちろんあるんですけど、やっぱり80億出しやすいから何?から何?なんですよね、結局。やっぱり、最近のキャラを思い出してもらえればわかるんですけど、例えば、まあ、カイドウとかね、あそこら辺みたいにね、一発190何億出せますとか、160億出せますとかは良かったりするんですけど、まあ、所詮、イライザは80億なんで、そう、5ターン継続だろうが別に、あれなんですよね。普通のキャラに上限回復をつけたら85億安定するんですよね。まあまあ、火力出るリーダーに限りますけどね。イライザ結構スキルはね、正直ね、結構渋めっす、これは。うん。ただまあ、それに対してリーダースキルはかなり面白そうなんで、どちらかではやっぱりリーダー運用の方はめっちゃ期待してます、これ。リーダーはかなり強いと思う。本当いろんな使い方あると思うんで、それこそね、ディオブランドを倒し出魂ボループするとかね、いろんな使い方できると思うんで、かなり楽しみな感じですかね。これはまあまた明日以降使っていければなって感じです。あとね、イベントが来てるんでちょっと見ていきましょう。まずね、ストーリーダンジョン原画編が登場します。ダンジョン初クリアであるモンスターの進化に必要なモンスターが手に入ります。お前ら本当にビビると思うけど、これイライザの可能性もあるからな。もしかしたらストーリーダンジョンクリアした報酬がイライザの進化祭の可能性はあるからな。あと称号チャレンジも来るんで、ぜひ挑戦してみてください、というぐらいですかね。あと新たな隠し要素があるみたいです、まあ、これは多分どこだろう、どこになるか分かんないですね、まだ。まあ一応、隠し要素はあるっぽいんで、ぜひ頑張ってみてください。はい、称号チャレンジしようかな、分からんけど、という感じが今回の原画シーベントの情報でした。はい、ということでぜひね、ここまで見てくれた人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。